はい、今回は八王子の内子市長のタバコ屋の事件ですね、こちらについてちょっと考えていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います、八王子の内子市長のタバコ屋がですね襲われた事件でして、丸された方がおります、犯人が捕まっていない、この事件について考えていきます。まず一体どういうういい事件かっていうことこなんですが 八王子市の内子市町のタバコ屋でですね親子が襲われて、丸されたという事件で犯人が捕まっていない未解決事件なんですね、タバコ屋の店主の方、78歳の方と54歳の方、ですね息子さん親子がですねこたつで血まみれになっているということで、丸されたという事件です。 でこの親子2人ともですね首を刺されたことで失血死しているんですね、息子が先に刺されて、丸されて、その後に母親が丸るされたのではないかということです。でこのあのあ 首を刺されて争った跡がないということから、まあ、僕の考えなんですがプロのヒットマンがやったんではないかと思いますね一般の人だったら争うとかそういったことがあると思うんですがそういったことがなかった争う形跡がなかったということでプロのヒットマンの可能性も考えられますでこの,このような事件を引き起こした犯人の目的なんですが このですねタバコ屋の方の現金がね21万円バッグの中に残っていたということ、あとこの人はあのまご、あ、年,年齢が78歳ということで、タンス預金とかっていうのをしてたみたいなんですが、権利書とか現金が残っていたっていうことが分かってるんですよね、このタバコ屋の、えー、と経営された主人、店主の方、主人というか女性の方だと思うんですが、えー 家を4件貸していたということで家賃収入を現金で受け取っていてその現金をタンスに隠していた、タンス預金していたということなんですがこのタンス預金のほとんどが残っていたということが分かっているので犯人は金銭目的ではなかった可能性がありますね、ちょっとだけお金を取ったという情報もあるんですが。 権利証であったり、多くのお金を残しているということから犯人の狙いっていうのはおそらくお金ではなく違ったことを目標と目的とした犯行かもしれない。で、このはっきりとっていうのは分からないんですが犯行目的がタバコ屋がですね事件の後に取り壊されて土地の区画整理が行われたっていうことが分かっているので、もしかしたらそういった土地の区画整理とかが 関係しているのかと思うんですが、えー、これ以上この事件ってのもまだ難しくてわ、えー、からないんですね、えー、でわからないことが多いんですがまあこの、えー、八王子のうち 子市長のタバコ屋の事件の犯人これについて考えていきますこれっていうのははっきりとっていうのがわからないんですがいくつかへ可能性があるんですね外国人の可能性もありますしハングレーの打ち越しスペクターっていうそういうのの可能性もありますあとはですね情報がないんですがおかしい動きをしていたっていう人物もいるということでちょっとそこら辺を考えていきます先ほどお伝えしたようにこの 犯人は被害者の2人のですね親子の首を切ってるんで、このことから、まあ、一般人はちょっと考えづらいなとかって思うんで、プロのヒットマンだったら外国人がやったのかっていうこともか考えられます、あとですね八王子って場所には打ち越しスペクターというハングレが台頭してたんで、えー、ハングレの背後の、えーまあ、人間が何かしら指示して、えー、行ったのかとかいうのも思うんですが、情報がなくてわからないんですね。一つ、まあ気になるるってことががんですが 別の、えー、情報なんですが、えー、この、えー、まあ、丸された被害者の親子と、ですね犯人がもしかしたら顔見知りなんじゃないかというような、えー、情報があります、情報というか説があります、なん <coughs> でかというと、えー、犯人はこのタバコ屋に靴を脱いで、えー、入ってるということから、 あの顔見知りが家に上がり込んだそこから、えー、やったっていうようなことなんですねでこの、えー、八王子の打越町のタバコ屋の事件が起こる前にタバコ屋を遠くから見てた不審な男がいるっていうことなんですが事件後にこの男の情報がなくなったんで、えー、外国人あるいは半グレ打越スペクタータバコ屋を、えー、見ていた不審な男が可能性があるってことなんですが。 犯行の目的がはっきりとわからない、その土地の区画整理のことをめぐって、まるされた可能性があるということですねで、これっていうのも、犯人がわからない未解決事件ということなんで、おそらくです、ね、警察が何かしら事情がありまして、背後関係の犯人を探ることができない、その結果、未解決事件になって犯人がわからないということなんじゃないかと、僕は思います。日本のの警察っていうのはこういうううはこ背後関係とかかがなければ、えー、速やかに捜査して 犯人を逮捕、えー、できると思うんですが、まあ、この、ね、八王子の内子市長のタバコ屋の事件との未解決で犯人がわからないんで、まあ、ちょっと僕もス、ね、さん様に何かしらお伝えできればと思って調べてみたんですが、えー、分かったのがちょっとここまでだったんで、えー、申し訳ないですということで、うん、日本の、ねえーまあ、起こるこの未解決事件、えー、犯人がわからない。えー 事件が解決できない裏に何かしらの圧力であったり警察に対する事情があるということが考えられる事件であると思いますリスナー様が何かしら関心を持っていただけるかもしれないと思ったのでちょっと今回はね情報が少なくて申し訳ないんですが取り上げてお伝えさせていただきましたということで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聴いていただきましてありがとうございました失礼いたします